はい、皆さんこんにちは。石磨き YouTuber 石川です。本日はですね、前回鉱物採集で取ってきました煙水晶、こちらにあるんですけども、こちらを綺麗にしていきたいと思います。ちょっとね、形が良くないものなんかは研磨して、ルースにしてみたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。じゃあ、前回取ってきた煙水晶ですね。まだ砂がついてますんで、こちらの砂をですね、取っていきたいと思います。まあ、水と歯ブラシで結構取れるんじゃないかなと思うんですけど。こういう、煙水晶ですね。で、後日談なんですけど、僕のあのガマ開けの動画を、まあ、ベテランさんに見ていただく機会がありまして、でちょっと感想を聞いたんですけど、まあ普通はですね、ああいうガマ開けっていうのはねやらないらしいです。それなぜかというと、まああの花崗岩がもう硬いから、大変だっていうことで、ああいうガマ開けっていうのはしないそうです。そしてですね、ああいう我慢気をしない理由のもう一つありまして、そもそもですね、あそこをですね、掘って、こういう水晶が出てくるとは限らないっていうことがね、大きい原因だそうです。なので、今回僕が掘って、ああやって水晶が出てきたっていうのはですね、ラッキーだったねって言われました。かなりね、あれ、半日以上、ああやって石を削ってますから、あれをやって、水晶が出てこないとなると、すごくしんどい思いするだけになっちゃいますんで、まあ、もしですね、あの動画を見ていけるのかなって思っちゃった方はですね、ちょっと考えてみてください。でもね、あの動画の時もずっとこう、煙水晶っぽいものがずっと出てたんですよね。なんで、掘ってたら出てくんじゃないかなって思って掘ってましたんで、まあそこら辺の見極めも大事になってくるのかなと思います。はい。ちょっと表面についてる泥。ここら辺はね、全部落ちましたね。はい。じゃあ、綺麗になりましたね。ちょっとなかなか伝わりづらいかもしれないんですけどね。この先端部分だけ透明な水晶になってます。煙水晶って言っても、この茶色い部分ですね、ものによってかなりね、濃さの違いがありますが、今回の石はですね、かなり黒い。黒水晶って言われる、モリオンって言われるような石に近いんじゃないかなと思いますね。まあ、光透かしてみると、まあ、煙水晶の色ですね。こう、うっすらね、ファントム、水晶の中に山が見えるね、ファントムが見えてたりしますね。これは分かりやすいですね。この先の部分だけ透明な水晶で覆われています。これは動画の最初の方で拾った水晶ですね。こっちはねもう全然透明ですね。まあ、なので場所によって、穴の場所によって、こういった透明な水晶がもしかしたら出てきたのかもしれないですね。石、結構ね、こういう白い、これはもうね、泥じゃないんですけど、硬い。これは何でしょう、長石ですかね。こういうのがね、ついているものが結構多いです。で、またね、その、白いものを、もう透明な水晶がね、覆いかぶさって、入ってしまってるものもね、あります。
こちらも水晶ですね。透明なタイプ。こう下にね、煙水晶っぽい部分があったり、あとこう山、ファントムですね。ファントムが見えたり。これはちっちゃいんですけどね。これ一番最初ですかね。見つけたものかもしれないですけど。かなり綺麗な、水晶です。はい、こういう感じですかね。ガマ開けしたっていうことで、かなり結晶が綺麗なものが、こっち上の方ですね、残ってるかと思います。ちょっとね、残念なものもありますね。こういうものですか。まあ、結構綺麗なんですが、残念ながら割れてしまってるものですね。こことはまりましたね。これぐらいの水晶だったみたいですね。いや、これは惜しいな。うわ、まあ、なんでこういう部分は磨いてみたいと思います。でもこういう、それ以外はね、結構、ガマのですね、入り口付近にあったような石なのかなという部分が多いですね。じゃあちょっとこの3つを、綺麗なカボションにしてみたいと思います。で、このね、上の部分、この水晶のね、結晶をドップワックスにつけてますね。はい、ということで、じゃあ3つですね、磨いてみました。まあ、ちょっとね、クラックなんかはありますが、煙水晶のね、綺麗な色が出てます。ちょっとね、この白い部分とグラデーションになっていて、綺麗だなと思います。実はですね、今見ていただいているのはですね、このカボションを作ってから少し日が経っています。編集をしている段階からですね、なんかモヤモヤしている部分がありまして、自分の中で、何がモヤモヤしているのかちょっといまいち分かってなかったんですけど、それがね、はっきりしましたんで、今回ちょっと動画を撮り直しています。まあ、今回のこの動画の趣旨っていうのは、山で撮ってきた煙水晶、まあ綺麗にしたわけなんですけど、その、煙水晶でルースを作ろうっていうお話だったんですね。で、この煙水晶の形の綺麗なものはそのままに残しておいて、形が、まあ、少し割れてしまったものなんかをルースにしましょうみたいなお話で、今回のルース作りは始まったんですけど、そこがね、少し、やっぱり僕の中でモヤモヤとしてまして、実際ですね、出来上がった石を見てみても、まあ、もちろんね、悪くはないとは思うんですが、なんかね、全然良くないんですよね。こうやってね、皆さんに見ていただいてもらってる以上、皆様にですね、少しでもいいなと思うものを作りたいと思いますんで、もう一度ですね、ちょっと石から選びまして、形的にはいい煙水晶、こういうのはね、原石好きな方からしたら、もったいないと思われてしまうかもしれないんですけども、とてもいいなと思われるようなルースを作りたいと思います。この、透明度の高い部分で、まあ、あまりね、大きなものは取れないんですけども、綺麗なルースを1点作りたいっていうこと。あとはですね、この中にまた山が見える、ファントムと言われるもの、これがね、見えるようなルースを作ってみたいと思います。せっかくね、自分で作るので、お店では売っていないようなもの、っていうようなところをですね、自分で作ってみたいなと思いますんで、このファントム入りのルース、そういう珍しいものを自分で作ってみたいと思います。まずですね、この石、透明度が高い石ですね。水晶の中にはクラックじゃなくてもね、こう泡みたいな内包物が見えるものも多いので、まあ、この石も
もう下の部分はですね、ほぼ泡がたくさん見えますね。この先の方をね、切りたいと思います。でですね、極力クラックや、内包物がないところをですね、絞ってざっくり形にしたいと思います。ざっくり粗削りで形を整えました。まあ泡ですね、泡もですね、なるべくないように透明度が高い部分を残そうと思っております。はい、ということで、まあ、この煙水晶の中のですね、白い部分、ちょっとね、見た目が良くない部分を削っていった結果、まあ、これぐらいの大きさに今のところなっています。これで今300番ぐらいで、研磨したとこですね。透明度はかなり高いですね。じゃあ仕上げちゃいます。はい、それでは完成しましたんで見ていただきましょう。こちらですね、煙水晶の透明度優先バージョンです。かなりね、ちっちゃくなっちゃいましたが、まあ実際、本当に、こう、透明度だけを追っていくと、まあこんなもんなんじゃないかなと思いますね。まあこの透明度っていうのは原石次第になってきますんで、まあ、なかなか、難しい部分ではありますね。なので、まあ、今回みたいな鉱物採集をしての、こういう透明度を求めるっていうのは、さらに、難しくなってくる話ですね。もう、本当運だと思います。で、まあ、残ってる部分がこちらですね。まあ、こっちはもう透明度的には全然ですね。なので、まあ、磨いたとしても、こういう感じのルースになるかと思います。続いてはですね、山が見えるルースですね。まあ、こう山見えますんで、まあ、これ上から見た時に山が確認できるようなルースを作りたいと思います。どの部分を上にするかちょっと決めます。決めましたんで削っていきたいと思います。はい、それでは、もう一つの方もね、出来上がりましたんで、見てみます。このようにね、山中にあるファントムを残しています。まあ、少しこの煙水晶の色が濃いので、まあパッと見は少し分かりにくいんですけどね、まあ、アクセサリーにするときに光を透かせるようなデザインにしたりすれば、まあちょっとね、光を透かしたときにだけこの山が見えるっていうようなアクセサリーになりますんで、それはそれでとても魅力的になると思います。はい、ということで今回ですね、実際に自分で取ってきた煙水晶をルースで加工してみました。まあ最初のね、3つ、こちらを作った後、まあちょっと、まあ僕的に納得いかなくてこっちの2つを作ったわけなんですけども、まあ自分で山へ行って、その取ってきた石を加工してルースでするっていうのはですね、それだけでとても意味があることだと思います。自分で取ってきた石、それを見るだけでもいいんですけど、加工してみることもお勧めしたいと思ってます。ということで、次回はですね、このあたり、作ったルースをですね、アクセサリーへ加工した動画を、考えております。チャンネル登録していただいて、続きの動画をお待ちください。
はい、ということでですね、今回は、プレゼントを、したいと思います。まあ、ガマ開けしてきた煙水晶まだありますんで、そのあたり原石のままプレゼントしたいと思ってます。僕のプレゼントはですね、今まで動画見ていただいてた方への感謝の気持ちということですんで、動画見ていただいてる方であればプレゼントの応募方法はわかると思います。なので、今回も先着順でプレゼント用意してますので、ぜひですね、受け取ってください。はい、ということでですね、今回の動画は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。さよなら。